です。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。ということで、5月16日、ヤクルトスワローズ対ジャイアンツ8対9で負けちゃいました。悔しい。1点差。あんだけね。あんだけ打ったんですけど、打たれましたね。まさに静岡でやった試合だけにね、崩壊してましたね。あ、悔しい。悔しい。いやー、石山投手大丈夫かな、病み上がりだったんですけどね、ちょっとね、ボール見極められてましたよね、変化球とか、もうボール球全然振ってくれない感じで、あ、綺麗、悪いんかなとか、状態早く戻してほしいなと思ってます。ちょっと心配です。まあ、打つ方はね、川端慎吾選手が同点ホームラン打ってくれたり、塩見選手が1点差に迫るね、ホームラン打ってくれたし、もうなんか、諦めかけた時にボーンと、盛り返してくれたんで、試合自体は楽しかったんですけど、やっぱりね、勝てなかったら最後どっと疲れがきますよね。ほんま今日の試合は勝ちたかった。キーポイントになるのは8回かな。8回のね、あのバント失敗。やっぱりね、バント失敗は、流れこっちに持ってこれないですよね。あのバント失敗どうですかね。ランナー、オスナ選手。ねえ、足はそんな速くないと、そこでね、あの、ファーストに猛チャージかけられたら、やっぱりきついですよね。あそこでね、バスターとか、やる器用な選手とかやったら、よかったんかもしれないですけど、まあまあ、決めれなかったのがね、あそこで、悔しいですね。まあ次は、頑張ってもらいましょう。はい。まあまあまあ。まあ打つ方はね戻ってきてると思うんで、ピッチャー陣もこれからね整えていってもらったらいいなと思うんで、まあまあ安心はしてます。明日明後日勝てるでしょ。神宮戻って2連勝しましょう。負け越さなきゃいいんです。はい、明日のピッチャーは市川投手、若いピッチャー頑張ってもらいましょう。で、もう打って打ち勝ちましょう。市川投手を楽に投げさせられるように打ちまくってください。よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。いやー疲れた。